こんにちは、はちゃめちゃです。今回のベーシックスオブジャングラーズは Java 4世についてです。我が意志を持って争いに終止符を打たん。J4 は序盤の強力なガンクと少数戦や集団戦でのタンク CC4 位として現在非常に強力なチャンピオンです。トップとしても運用できるためフレックスピックとして、また非常に操作が簡単なため使ってみてみるのもいいと思います。マスタリーは12180での来帝、ルーンはAS と AD、 序盤ちょっときついので黄色に HP とアーマーを混ぜたものを使うといいと思います。 J4 のビルドは基本的に赤か緑スマイトから、そこからシンダーハルク、そしてその後フルタンクというのが という形になります。赤スマイトはまず、ウルトで閉じ込めた後に確実に投げ勝てるようにするために強力な選択肢になります。緑は緑で、コントロール、敵のジャングルのコントロール、視界のコントロールが取れ、非常に動きやすくなるので割とおすすめになります。非常に育ってる場合はシンダーハルクの後クロノに行ってもいいんですが、あまりおすすめはしません。基本的には騎士の誓い、で今ちょっとナーフされたのでちょっと微妙ですが、とりあえず騎士の誓い、その後、ガーゴイル、その後必要な各種防御アイテムという風になります。ワンチャン騎士の誓いの代わりにライチャスグローリーも強いかもと今思っていますが、ちょっと使用回数が少ないので何とも言えないところです。ジャーバンの周回をするときのコツと一つとして、まずジャーバンはサステインがなく W のシールド程度しか体力を温存する方法がないので、あまり周回をすること自体は得意ではないです。特に低レベル帯結構削れてしまうので、それを踏まえた上で、かつレベル2で必要な CC が全部揃うということを踏まえると、レベル1赤バフをボットが、あ、もしくは、そうですね、赤バフをボットレーンに履修してもらって、赤バフ取った直後にレベル2でミッドにガンクするというのがおすすめです。もしくは自分が赤バフをやった後に相手のジャングラーが青バフじゃない側でスタートした場合、そのまま直行して青バフを盗むというのも割とおすすめです。その後適宜状況によって動くといいでしょう。ミッドガンクが成功した場合はそのままミッドガンクをして逆側に行き、カニを取った後に自分の青バフに行くといいと思います。ガンクをする際は当然近づいていって EQ の範囲に入ったら EQ で殴る、これが当たり前となりますが、もちろん W がある場合は EQ をした後に W でちゃんとスローを入れるといいでしょう。これがミッドならこれでいいのですが、例えばトップもしくはメレーまで近づけるミッドレーナーの場合とかは、近づいていって EQ を避けられる可能性があるので、近づいて W スローをかけて殴り続け、相手が移動技を使ったのを EQ で追うというふうにすると成功率が上がるでしょう。レベル6以降のガンクでは相手がフラッシュを持っていないなどが分かっている場合、 EQ にこだわらずただ単に力ずくでウルトで持っていくのもいいでしょう。また同じく6以降、相手の後ろから来てフラッシュやブリンクがあるのが分かっている場合、先にウルトを打ち相手が出れなくした後にフラッシュを使わせてそれを EQ で追うというのも非常に有効になります。ではジャーバンのスキルコンボを見ていきましょう。まず当然の EQ フラッシュでノックアップを当てる、これはダメージが発生しないことに注意してください。また同じ EQ フラッシュでもこのように敵が横並びに並んでいる場合、 EQ フラッシュとすると複数の相手に横からノックアップを当てることもできます。これは集団戦なんか相手が予想しないタイミングで自分に対して平行に並んでいる場合なんかで使えることがあるでしょう。またよくあるコンボとして EQ をした後に殴って追ってますが、ランドも当然届かなくなります。ここですぐウルトで追ってもいいんですが、 Q のアーマーペンがあるので結果、EQ 殴って追ってるそろそろ届かなくなってくるからの Q でアーマーペン入れてからのウルトで追撃というのを覚えてもいいでしょう。 E がまだ上がってないのでノックアップに使えませんが、ウルトのダメージ上昇には Q が使えます。まず最初にジャーバンはフラッシュと Q を一緒に使うことによって Q フラッシュができます。まああまり大事ではありません。ジャーバンの E は当然視界が取れるので、こういう場所をフェイスチェックせずに確認することができます。もちろん E は移動技に必要なので、これを使った後別のとこを見に行ったり、もしくはここで誰かが待っていて E を打った瞬間にフックされたりすると、まあ、ほぼ逃げ技がなくて死ぬので一応気をつけながらやりましょう。
また視界を取る際は、この E の特性、壁の半分以上を超えている場合、向こう側に落ちるという特性を使って、このように安全な場所から遠くの方を確認する場所がいくらかあります。例えばここ、同じようにここからプッシュ側を、なんかを確認することができます。この壁の中に入れると E が逆側に行くというのは視界を取るには便利ですが、逃げてるときなんか、例えばこの壁を越えようと逃げた場合、届かない向こう側に行ってしまうので、Q が実際届かないので移動できないということがあるので注意してください。Java の E は8秒残りますが、Q のクルダウンは、どんだけクルダウンがあるかによりますが、だいたい5秒くらい、5秒前後に落ち着くことが多いです。なので、同じ E に対して、2回 Q が使えます。これを利用して、相手の裏を書いて、想像しないタイミングで、ノックアップ入れたりすることができます。例えば相手から、相手がこのように自分がまず EQ で仕掛けた後にちょっと負け始めたので、こう上に逃げて相手がここに来たタイミングで Q で戻るとすると、2回ノックアップを入れたり、ダメージを増やしたり、 CC でひっくり返したり、いろいろ選択肢が生まれます。少しウルトについて少し話したいと思います。Java のウルトは相手の後衛について思い切りついていって、後衛をウルトで閉じ込めて味方がフォローアップしてくれるっていう使い方が非常に一般的になりますが、それ以外にも例えばこのような森の中の戦闘において自分の AD キャリーの方が育っていてダメージが出るなんて場合でもいいし、レンジが自分のキャリーの方が長いなんて場合でも、例えば相手の真ん中にいるキャラにR をし EQ で自分が離脱する、すると相手のバックラインは長時間自分の、殴れません、誰も壁が邪魔されて、で相手のタンクが孤立して一方的にぶん殴れるというような状況も発生します。そのように頭を柔らかくして使ってみてください。もちろんウルトはタンクに打って孤立させ出てくる、このようにピールとして使うこともできます。この場合、ADC が中に入らないように気をつける、もしくは味方の ADC がルシアンやエズリアルなんか閉じ込めた後に出てこれる場合に有効になります。特にオラフやシンジトなんか、ブリンクがないキャラになんか使って閉じ込めてしまうと、自分の味方の DPS が一方的に殴ることができ、非常に有効になる場合があるので覚えておくといいでしょう。また、ウルトからの EQ は自分が捕まった時なんかにも、相手を閉じ込めて EQ で出るにより追われなくなるというような使い方もできます。他に、W は、当たった W のスローが当たった範囲の敵につき、最大体力の 3% 分ずつシールド量が増えます。ガーゴイルを使うと当然自分の体力が増強するため、ガーゴイルを使った後に W を使うことによって非常に大きいシールドを展開することができます。つまり理想になるのは EQ で入った後にブルトで W ではなく、EQ で入り、ウルト、ガーゴイル W というふうになります。Java の EQ は、高齢となればなるほど、フラッシュなんか、モビリティスペルなんかで避けられることが多いので、その前に、フラッシュ W でスローを入れてしまい、赤バフなんかで殴って、フラッシュスローをかけ、相手のフラッシュを共有させた後に、それをフラッシュ EQ で追う、なんかも有効になっていきます。J4 のウルトは、各種 CC を無効にすることができるバンス。例えば、代表的に言えばトリスターナのウルトをインキューでインゲージした後にウルトで弾かれるのを防げたりします。 Java の EQ は優先度が高めでいろんな CC より先に発動することが多いですが、代表的なもので言えばスレッシュの E なんかでキャンセルされることがあるので、ガンクするときもしくは逃げる際などは気をつけてください。 Java の EQ の判定は Q が出て瞬間に移動の判定が入るので、 Q さえ出てしまえば移動できます。つまりスネアされている間でも EQ で動けるし、スタン中もしくはスタンを食らう直前に Q を放つことによってスタン中移動をすることによってほぼスタンがなかったことにできるので、ガンクをする際や、逃げる際なんかにも使ってみるといいでしょう。以上が Java になります。序盤ファームをそこまで優先しなくともガンガンガンクをしていき、どんどん試合を動かしていけるキャラなので、使ってみてはどうでしょう。